ね、あのジューサーとかミキサーを持ってないという方にもおすすめの新鮮なフレッシュジュースの作り方を一緒にやっていきたいと思います。使う材料はですね、こちら、今日はですねルビーレッドなんですけど 100% グレープフルーツのジュースになります。それからこちら生のグレープフルーツを1個とライムを1個ですね。でこちら、絞り器になるんですけども、このスクイーザーはですね、できればプラスチックですとかセラミックのものがおすすめです。金属製のものは酸化をしやすいので、できればプラスチックですとかセラミックのものを使いましょう。じゃあ早速まずグレープフルーツはですね、この皮の白い部分にもビタミン P が含まれていて、毛細血管を強くしてくれる働きもありますので、こちらもしっかり絞っていきます。はい、これでグレープジュース1個分で約 200cc のジュースができました。これにですね、次はライムを加えていきます。でもしっかり絞って、これもですね、ビタミン C ですとかフラボノイドですねが多くて抗酸化作用が強いので、しっかり絞りたてをたっぷり加えていきます。この中に合わせて、100% グレープフルーツジュースと絞りたてのグレープフルーツを合わせれば完成です。これプラスチューになります。これでですね、グレープフルーツジュースの、完成です。これはですね、ビタミン、ミネラルですとか酵素、食物繊維が、ですとか、あとファイトケミカルですね、豊富な栄養素がたっぷり含まれていて、生のグレープフルーツジュースを1個絞ることで無駄なく体内に栄養素を取り入れられます。で消化が良くてすぐエネルギーになるので、体が疲れずに一日元気に過ごせます。もし忙しくてなかなかジュースを作る時間がないなという人でも、このスクイーザーだったらですね、ほんの1分もあればギュギュッと絞ってジュースに加えてジュースの完成ということですぐできますので、ぜひお試しください。